ろ側、三幸寺がありますよね、はい、で左横には龍太寺がありますね、はい、そこの境内の裏側、お墓の間に、はい、境内地の間に無垢の大きな木があって、はい、それが倒れてたんですよ、はい、でそれはもう3年前から倒されてて、木に虫が入った上で、はい、でもう日もさっちもいかない形になって、もう自然に倒れちゃった、切ったんです。あ、切ったんだけど、はい、切ったその専門家がもうこれ以上無理ですって言って、はい、そこにあのワイヤーで放置されたで、三木寺の住職に実は彫刻家の方で、あ、素敵な人がいるんだけども、はい、取りに送るって言ってたんで、はい、まだあの時は見てなかったから簡単に取りに来るって言ってたんですけど、三木寺のところに木があったよねって話になって、でせっかくなんだから木使う人もいるんだから床に木があるんだけどって言って、でご住職に言ったら、もう自分たちでやってくれるんだから大いに結構、はい、木のお金もいらないと、はい、逆に資産たちのお金かかるよ、遊んでる様子を見たときに、なんか知らんこうスーッと三とかの世界へ入っていけば、四国への途中で竹とんぼ、竹とんぼこういうワクワクと入っていくんですけど、その竹とんぼをわざわざ小包で持って帰って渡すの、その先に手紙もわざわざ書いて木を送りました、飛行機を送りましたって言ったの。そして子供のその藤岡さんは7歳の8歳ですから、どんなものだろう、飛行機ってワクワクしてたら、その後に小包に送って竹とんぼ、しかも輪っかがあって心に刺す、まあその時までこの三とかと俳句ことは全然知らなかったけど、その時からちょっとずつちょっとずつ、はい、ちょっと分かりました。トンボは小さな竹でこうやって飛ばすんですが、三蔵家が送ってくれた、これは徳島で買ってきました。あれ紐ですって引っ張ります。よく飛ぶんです。あのイラストを持ってきておりますので、素晴らしく飛ぶ飛ぶと書いてありますからね。本当に飛びました。風は飛ぶ、今夜の飛行機よう飛ぶ飛ぶ。
で使い寄っていただいて記念写真、藤岡さんどうですか。いや素晴らしいです、はい、数日前に写真では見せていただいたんです。いやこんなに光沢があってね、晴れた木がこんなに生き返るということは非常に素晴らしいことだなというふうに思いました。もちろん美香さんの、ね、力量おめでとう。ありがとうございます。切り株を飾っておりますが、この後、また機械を見て、子どもたちと一緒に年輪ワークショップをします。どのところで三等価が来たか、どのところでどんなことが起きたか、みんなに予想してもらって、当たった時には、何かプレゼントをしよう。これはどうルカさんとちょっと相談して大きなプレゼントを考えたいなと。